今日も君に。忘れてしまうな、とろける口づけあなたにあげる、キャンディーもチョコレートもかなわないくらいの甘く苦しい夢を見ましょう。 Melty moment I'm your nightmare 溶けるわ私の心、 Sweet momentの恋なんてそんなの知らないわ、時間を忘れて溶け合うのよ、アイスクリームソーダ水に消えてなくなるのに、この夢の中にあなたを閉じ込める、 Melty moment I'm your nightmare 溶けるわ私の体、Just moment. さあ、私の手を取って踊りましょう。長い刹那の時を、あなたと私二人を乗せて世界も回り出す、時計の針だけは止めて、 We're just melting into sweet daydream、 初恋の味なんて忘れてしまうでしょう、甘く苦しく夢に溶けるの、溶けるわ二人このまま、 Mad Moment。 ありがとうございます。今日は遠いところからお近くの方もお集まりありがとうございます。配信の皆様も早速のコンティニューコインなどありがとうございます。1曲目はメルティモーメントという曲からお送りしました。最初始めるときに、あ、こんばんは渋沢メルモですって言うべきかどうか、下手に喋ったら逆に緊張するかなって思って、いつもねどうしようか迷って、最近の私のライブ、まあ、こういったワンマンのようなライブであったり対バンで、させていただくものもあるんですけど、最近、うん、そうですね、ここ最近歌から始めがちです。今日はコンサートメルモのお部屋というタイトルで、もう何度目になるか、もう自分でももう数えられないくらいたくさんこの企画をさせていただいているんですが、私が一人で2ステージ
ダラダラとゆるゆるグダグダとコンサティーナを弾き歌い続けるという、今日はコンサティーナ2台連れてきておりまして、今私の膝の上にいるのは3番目に迎えた3号機のサンちゃんという子が第1部のメインでお届けしたいと思います。それでは2曲目はちょっと結構古い曲で、コンサティーナ始めた初期ぐらいに作った曲なんですが、ムーンライズキングダムという曲をお送りしたいと思います。心の隙間に風が吹き抜ける、双眼鏡を手に取り覗き込んでみた、私だけの魔法、毒のものが大きく近づいてくる、ここじゃないどこかを夢に見てた、待ち合わせの場所にたどり着いてみると、あなたもやってくる、急いで目指そう、月が昇る入り江を、心の秘密をあなたに打ち明ける、私の手を取り微笑んでくれた、夢の共犯者、嵐のようにみんな追いかけてくる、ここじゃ息もできない、早く進め、山を越えた庭越え、ひたすらに目指すの、きっとたどり着ける、月が昇る一点、秘密の王国、心の奥にある私の深い闇、光が差し込んで世界は動き出す、冒険の始まり、双眼鏡の向こう側追いかけていた、遠くは大きく近く今目の前、嵐が過ぎ去って二人はたどり着く、月が昇る入り江、秘密の王国、私たちだけの月が昇る王国。ありがとうございます。ムーンライズキングダムという曲をお送りしました。いやはやいやはや、水分補給を、配信のかなさんパチパチ、いつもありがとうございます。
かリアルな会場の皆様が私のライブを始めた初期の頃から知ってくださっている方々ばかりで、なんかね、なんでしょう、参観日じゃないですけど、なんか妙な緊張感ありますね。いやベアーズカフェってね、本当に慣れ親しんで、本当に、まあ、すごいずっとね、長いこと仲良くさせていただいてて、もうたくさんライブの機会をいただいて、もう本当に慣れている場所に違いないんですけど、多分私毎回言ってると思うんですけど、なんかね、いざライブやるぞってなって、始まりましたってなって、ここで歌い始めると緊張するんですよね。きっとね、魔物がいるに違いない。さて歌います。心が目覚める、この暗い海の底から、今カニバ灰を取る、誰かが私の手を取るから、ルラ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  One fifth goodbye mother、 ルラ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  One fifth goodbye mother。 心が腕を取る、あなたが私を陸にあげた、カニバル目覚める、綺麗なその指からベルから、ルラ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  Love if good night mother、 ルラルラの愛と中あらい Self numb love if good night mother。心は目覚める、この暗い海の底から、今カニバ群れを取る、あなたの綺麗なその指から、ルラゆらり揺れる私のリズム、ルラルラルラ揺れるカニバリズム。紺色、藍色、黒色、ナイトメアを彩って、今朝は遊ぶ、狂いながらナイトメアを生きるよ。夜が来るって踊り狂った、ムカデのようにくるくるりくった、開けないように開けないように
ドラの箱クラクラリクッと手から回り、たとえ死んでしまっても太陽とは違わない。紺色、藍色、黒色、ナイトメアを彩って、今さはそぶっ狂いながったナイトメアを生きる。余計の目に歌つけるカゴの中の鳥、シュルルシュルルシュ、ジャバラが刻むシュルレアリスム、弾むリズムはシュルルルルルシュ。メビウスの歯車動いて遠回り、永遠をそこに見つけて、太陽とは違わない。紺色、藍色、黒色、ナイトメアを彩って、今さは遊ぶ狂いながらナイトメアを生きる。怖くない、怖くない。ありがとうございます。はい、揺れる人魚という曲と、途中ちょっとユダヤの曲を挟んで、コンサーティーヌの見る夢はという曲をお送りしました。コンサーティーヌ、今日は2台連れてきていてっていうのね、先ほどもちょっと私がグダグダと喋っていたんですけども、第1部はねこの子を中心にお届けするんですが、よいしょ、どう違うかっていうとね、やっぱりね2台比べてみないとね、私がいくらあの下手くそな説明で私のたどたどしい説明でね、このこっちのこの音域がこの指がとかね、どうたらこうたら言ってもね、あんま分かりづらいんですけど、この子がね、あの2ステージ目はこの子をメインで行こうと思ってるんですが、1番目に迎えた初号機コンサちゃん、私が主にコンサちゃんコンサちゃんって呼んでるのはこの子ですね、主に。素人目、素人耳には多分同じような音に聞こえてしまうと思うんですけど、この子は高いファーまで出るんですけど、よいしょ、こっちの子はね低音域のバリトン、低い層から始まって、一番高い音ラーまでなんですよ。って言ってもね、やっぱこれでもねきっと分かりづらい。私コンサーティーナの弾き比べ動画っていうのを YouTube にアップしたんですよ、つい最近。でもなんかね、童謡とかにすればよかった。なんか自分のオリジナル曲を、あのメランコリックベイビーっていう曲とラストタンゴっていう、まあ、自分のマニアックな曲をこの楽器で弾いてるバージョン、この楽器で弾いてるバージョンでね2つ上げてるんですけど、多分きっと皆さんには分かりづらい分かりづらいやろうなってね。
で何が難しいかっていうと同じ音域のまずどうこの子で低い音がねどうこのだったかな多分ここだと思うんですけどあここだ右左右左右左っていうのが右と左が逆になるっていうのがやっぱりね2台持ってきててもね私の説明では分かりづらいな。だからそうですね紺色藍色黒色っていうのが今歌ってたのがナイトメアを彩ってあ、配信だと分かりやすい画面がドアップで映っている色合い色黒色あのポジションがね左右逆で始まっているっていう、うん、これきっと皆さんアーカイブを見て画面を見てあそういうことかってやっと分かっていただけるやつだと思います。2台連れてきたら分かりやすいって思ってねちょっと今日よっしゃって思ってコンサーティーナのこと喋ろうって思ったんですけどいざ説明始めると難しいな。なんか楽器屋さんとかでデモ演奏してる方々ってねすごいなって改めて思いますね。もっと分かりやすい弾き比べ動画を撮ってみようかななんて思ったりもするんですけどなんか私はそういうキャラでもないのかな。出してきたからこの曲でも一曲何か弾いてみようと思います。ヌマンジュパフオワヤチュムシェウシュパムナンジュヌマンジュパフオワヤシュシュディバザナソンジュに出るわ明日何も残る
さず薄っぺに色の風が私を誘う。ジュパスラメホモダニュアベカンバヌシャンパニュジパプデルソバシュサンセジュスタンコラジュドマジュパフオンバヤシュムシェルジュパプナンジュドマジュパフオンバヤシュジュディバザメソンジュ。ありがとうございます。コラージュという曲をお送りしました、ね、この子はね入門モデルなのでちょっと音が心なしか軽くてと荒削りなところがあって、まあ、そこがまたこの子のいいところなんですけど、まあ、また第2部で存分に弾きまくりたいと思います。じゃあコンサちゃん休憩今日はね、私一人で2ステージも歌わせていただけるので、まあ、自分の曲はね、普段のブッキングライブなんかでもたくさん歌っているのでカバー曲なんかもちょっとやってみたいなと思って。今から歌おうとしているのは、インディーズアーティストの方の歌で、私が仲良くしていただいているお姉様の曲で、お客様の中では聞いたことがある曲だと思うので妙に緊張します。小さなガジュマルの木に止まってるオレンジの子通りきらめく羽で私をエデンへ連れてって耳を澄ませば風が吹いてる黄金色の草原を駆け抜けて悲しみなんて消えてしまえばいいのに忘れたふりもうまくできないまま木陰から見渡すすべて見えないものも何もかも受け止められるくらい強く自由になりたい。ああ小さなガジュマルの木に止まってるオレンジの小鳥きらめく羽で私をエデンへ連れてってエデンへ連れてってあ
ありがとうございます。皆川明子さんのエデンという曲をお送りしました。これライブでちゃんと歌ったの初めてで、いつかこれ歌いたいなと思ってて、歌うのここしかないと思って、まだ今日だと思って、あこさんに何の許可も取ってないけど多分大丈夫。あ、メルモちゃんなら、メルモちゃんならきっといい感じに歌ってくれるよってね、笑って許してくださることでしょう。さてさて、続いては私の曲なんですけど、あ、これはね、一回ここでなんかグダグダになりながら歌った曲ですね。自分の曲なのに、あのお友達に楽曲提供をして、そのすごい可愛いアイドルな感じの女の子なので可愛い曲を作って、この CD がねちゃんとなんか全国流通させて販売されていて、あの配信とかでも聴けるんでね、ご興味があればぜひぜひ聴いていただきたいと思います。ルンコちゃんという女の子に楽曲提供したトゥルビヨンという曲です。狂ってたっていい、夢を見たいの、ぐるっと回ってDon't to be on the lobby、 ゆらゆらサテンのリボンをなびかせ、私は歩いてく永久、普遍の可愛いは真空パックに詰め込んで、キラキラ飾った夢をあげる、だって私は君のファンファタル。あるとは子供の頃から知ってる、とはえも秘密のおまじない、あるとは三つ数えて変わるの、セザンヌとは心の扉を開けてよ、シフォンのあとふわふわ、このまま飛んで行けそう、ぐるぐるカオスな渦の中、あなたも一緒に巻き込んで、狂ってたっていい、愛したいの、ぐるっと回って Don't to be on the lobby、して世界のリズムを刻むわ、真空パークの可愛いはやっぱり更新いたしましょう、キラキラ飾った夢をあげる、だって私は君のファンファタル。自分の曲なのになんかぎこちないのは、あのなんかね、なんかこんなキャピキャピした感じが、その女の子を想定して作った曲だから、自分が歌うとなんかどこか冷静な自分がなんかちょっとこの辺りから眺めてて、おいおいおいみたいな、なんかちょっとツッコミが聞こえてくるような、ゆらゆらサテンのリボン、いやいやシフォンのスカートふわふわ、うんうん、かわいいね、かわいいねみたいな、
ね、私が歌うのはね、なんかやっぱりこっぱずかしい。いつまでたってもなんかあーって思ってしまう曲を聴いていただきありがとうございます。さてどうしようかな、まあ、ちょっと予定通りいきます。虹色ねふでさん、かなさん、パチパチありがとうございます。マンボウさん、ベアズカフェさんの配信は音がいいので好きです、ありがとうございます。私はまだね未完成、遠い過去から君を待つ、この世で出会えると信じ君を待つ。続き、 He needs you。
愛しくて愛しくて尊さを感じてる。目を閉じて君のこと感じる。時を越え空を越え結ばれる頃にはこの星は綺麗になるかな。ありがとうございます。作詞作曲つんくさんでモーニング娘。104時を越え空を越えという曲をお送りしました。ちょっと私の偏ったあの個人的趣味の選曲聞いていただきありがとうございます。それでは、前半戦ラストの曲をお送りします。少し休憩をいただいてまた第2部初号機コンサちゃんとともにお届けしたいと思います。今日は皆様貴重なお時間ありがとうございます。螺旋の階段をぐるぐると回り、たどり着いたその先の扉を開いた。人混みをかき分けて靴音を鳴らす。ヒールのかかとが奏でるわ忘却のタンゴ。愛しのあなたとそう呼べば何人のあなた振り返る。気まぐれな私を許して、どのあなたもあなたじゃない。螺旋の階段をぐるぐる逆戻り、靴音だけが時を刻むメビウスのタンゴ。階段をぐるぐると登る。扉を開くとまた振り出しに戻り、人混みをかき分けてあの人を探す。ヒールのかかと足を取られ闇に落ちてゆく。愛しのあなたとそう呼べば何人のあなた抱き留める。浜の着な私を許して、どのあなたもあなたじゃない。螺旋の階段はぐるぐる逆戻り、ヒールのかかとが奏でるわ忘却のタンゴ。靴音だけが時を刻むメビウスのタンゴ。
ありがとうございます。よいしょ。歌とコンサーティーナは渋沢メルモでした。丸恥ずかしいな味なんで忘れてしまうよな。ナイトメアを生きるが怖くない、怖くないよ。浮かぶ三日月、ひとり夜の空、微笑み返すの。聞いてよクラスも秘密の話だけども、絵のない絵本みたいに誰かに話してほしい気もするの。子守歌代わりに、月が綺麗ねとあの人に言ったわ、昔の誰かの真似事のつもりって聞いたよくらさんも伝わらないの。写真に撮って見せたいわけじゃないわ、受け取ってほしいこのセリフの意味、秘密の話。私の日々、ひとり夜の空、あなたを探すの。聞かせてよクラスも、満月はもう待てない、眠れぬ夜をただ包む物語。微笑み交わしましょう、
私のクレセントの ありがとうございます。第2部続いての曲、先ほど BGM で流れていてちょっとちゃんと弾けるか心配なんですが猫の曲を歌いたいと思います。 Cat over the window。尻尾をピンと立て歩くルシャブラウンは近所のパン屋に住む黒猫キャリーヌに一目惚れした。なんだろうこの気持ち、とっと惑ってもこの胸のドキドキが止められない、初めての恋。寝ても覚めてもそう頭に浮かぶのは、可愛いキャリー犬の二つの目がキラキラと輝く宝石みたいに心躍る不思議な魔法。窓の外眺めてたパン屋のキャリー犬、こっちを見てる熱い眼差しに気づいた。虫がつかない、なんなのこの視線、とっと惑ってるこの胸のゾワゾワが止められない、やめて変態。昼も夜でもそう窓ガラスの向こうは、怪しい白い猫の二つの目がギラギラとこっちを狙ってみて、心怯える不審な魔物。お嬢さん、僕と遊びに行きませんか。窓にてほのばし一つお手見る、無視されても私にあなたなんて釣り合わない、しかとしてるのにいつもしつこいから口を聞いた。今日も明日もそう窓ガラスの向こう側、黒猫と白猫の二つの影、微妙な距離を置き並んでいる、心揺らぐ不思議な魔法。今日も明日もそう窓ガラスの向こう側、ある新月の夜光が差す闇を切り裂いてく白いナイトが、寝ても覚めてもああ頭に浮かんでる、なぜなのこの気持ち、とっと惑ってる心が溶けてゆく、あなたに溶けてく夏のせいだわ、あなたに揺らぐ心揺らぐ不思議な魔法。さっきのやつの方が良かったでみたいな、別の人弾いてるんちゃうかってなったらどうしようって思いながら、はい、歌わせていただきました。
猫の物語キャットオーバーザウィンドウという曲でした。この部屋は小さな船、ゆらゆら揺られて流されて行きましょう。明けない夜に向かって赤く燃える水面に揺れてる。幾度恋に焦がれども魚にすらなれない。静かな夜の海、一人溺れる。暗く濁る皆そこに落ちてゆく。吐き出すタバコの煙にさえ閉じ込めてしまうように、祈りを捧ぐ空も見えない。塞がれた窓、あなたが火をつけたの。愛さなくていいから見届けてください。燃え尽きるまで赤く揺れる水面が燃えてる。この部屋は小さな船、ゆらゆら揺られて流されて行きましょう。明けない夜に向かって赤く燃える水面が揺れてる。ありがとうございます。のないショートケーキに意味はない。子供でもわかるような常識ね。少しだけ虚しさを埋めるのは甘すぎないカフェラテとチョコレート。女の子が欲しいものは白馬に乗ったおじさまなんかじゃないのよ。本当は何でもいなりの忠実なしもべ。そんなこと口に出せるわけがない。でも今すぐに必要なのチョコレート。アンニュイとメランコリーをかき混ぜて蜂蜜とシナモンを振りかける。少しでも退屈な恋ならば生ぬるいミルクティーのようなもの。酸いも甘いも噛み分けた大人の世界は。そうね、例えばウイスキーボンボン、それともブランデーたっぷりのクレームブリュレ。いつだって甘い夢を見ていたい。少しくらいスパイスも欲しいけど。
ものは白馬に乗った王子様なんかじゃないのよ。本当は何でも稲荷の忠実なしもべ。そんなことを口に出して言わないわ。でも今すぐに必要なのチョコレート、甘くてほろ苦いチョコレート。ありがとうございます。チョコレートという曲をお送りしました。その前に歌ったなんか暗い曲は F102 という曲でした。間違えた。ちょっと引きそびれて、でも多分これぐらいだったらあの明治さんに怒られないかなとちょっといらんこと考えてしまってコンサーティナ2台持ってきたので久々に、基本ねいつもどちらか1台だけって決めて今日はこの子って決めていくんですけど、なんかピカチュウ君に決めたみたいな、だからなんか頭がこんがらがらないかすごく心配で、でもどうにか半分乗り切って、どうにかなりそうな予感がします。さてチョコレート、チョコレートからのちょっと甘いものつながりで、続いてはストロベリーという曲を歌いたいと思います。大丈夫、思わず口をついて出た言葉じゃダメ、もう心とバラバラになってる。丁寧にもっとちゃんと測らなきゃ、お菓子と愛はレシピ通りにいかないものね。気だるさ、苛立ち、涙も全部この低気圧のせいよ。見込んで見つめて、お砂糖はたっぷりできるだけ永久保存の瓶詰めにするんだから、寂しさに敏感すぎるだけ溢れるストロベリーちゃん。くらいの甘さで愛されて今すぐこの体を満たしてよ。大丈夫、真実はたった今こぼれた言葉じゃない、答えなんて求めていないの。でたらめに交わす会話なんかより、その手で触れて温度だけを感じていたいわ。満ちてはかける揺らぐ心、みんな月のせいよ。私だけ見つめて、お願いはたった一つだけ永久不変のときめき
しいから久々に敏感のわけじゃない、過食のストロベリーじゃん、溢れ出す体が少し熱い、意識を失うまで愛してよ。溶ける今宵の空を二人占め、まやかな夜を重ねましょう、ずっと煮込んで煮詰めて、お砂糖はたっぷりできるだけ永久保存の瓶詰めにするんだから、私だけ見つめて、お願いはただ一つだけ、永久不変のときめきに包まれて、寂しさに敏感すぎるだけ、過食のストロベリーちゃん、暗いの甘さで愛されてたい、今すぐこの体を満たしてよ。という曲をお送りいたしました。いちごの絵文字がありがとうございます。さてさて、このステージでもカバー曲をお送りしたいと思います。もう普段ね、ちょっと自分のブッキングライブとかだと絶対できないから、いや、やっちゃいけないってことはないんですけど、やっぱ自分の曲でなんかこうセットリストを組んで、なんかこれやりたいなって、なんかもういつもね固まってしまいがちなので、もうせっかくねこんな長い時間いただけるのだからと、もう好き勝手にやらせていただいております。いつも皆様聞いていただきありがとうございます。でさて、2ステージ目のカバー曲は大森聖子ちゃんの君と映画という曲を歌いたいと思います。漫画もいいよね、ついついお金を使ってしまうでしょ、知らない誰かに財布を握られる握られる、テレビもいいよね、なんか怖いよね、これが現実か、なんか怖いよね、私のリモコン握られる握ってる、見えない人だ、私に会ったらしい神様かってよ、君の神様も見せてよ、海もいいよね、
山もいいよね。学校に先生はいなかったでしょ。魚に泳ぎ方、鳥に飛び方、君に歩き方、愛し方。ロングもいいけどショートもいいね。オリジナルなんてどこにもないでしょ。それでも君がたまんない、たまんない、たまんない。君がコンビニまでの道、何度私を振り返った、私の幸せ。人生作るのコピーページにはならない。君と映画、君と漫画、君とテレビ、君と映画、君と漫画、君とテレビ。ありがとうございます。大森聖子ちゃんの君と映画という曲をお送りしました。この方はね、私と同年代なんですけど、なんかもうセンスが素晴らしいなって。曲、歌詞とかもすごくなんかグッとくるようなフレーズを使って、アイドルとのなんかアイドルに楽曲を提供したり、なんかご自身もプロデュースとか同じアイドルの一員として活動されたり、まあちょっといろいろ問題があって、なんか解散みたいな、活動休止みたいな、ちょっと少人数編成みたいな大人の事情が満載な感じになっちゃってますけども、でも素晴らしいアーティストだなと思っております。さて、ちょっと私もね、負けないようにいい曲いっぱい書きたいなと思います。メランコリックベイビー、鮮やかに私を殺して、その瞳でさつきの夜に二人で会う、か細い月が闇に浮かぶ、ドグラマグラに絡み合う、言葉の羅列呪文に変わる。メランコリックベイビー、鮮やかにあなたを壊すの、この呪文だ。カナビスの森、二人目指す、か細い月は闇で笑う、夢もうつつも混ざり合う、この夜に溶けて魔法になる。メランコリックベイビー、軽やかに
すべてを溶かしてその魔法で。になる。メラコリックベイビー、あでやかにすべてを壊して、あの魔法で。メランコリックベイビー、あざやかに私を殺して、その瞳で。あなたを殺すの、この呪文で。しました。これもねすごい前に作った曲で、2017年か18年か、まあそこら辺に作った曲で、あの2枚目に作った CD にレコーディングしたんですよ。で作った当初が今と曲の速さとか歌い方とか全然違くて、この曲結構いろんなライブで歌ってて、もうずっとずっと歌い続けてて、歌ってるうちにまあだんだん速くなってきたんですけど、もうメランコリックベイビー、鮮やかに私を殺して、その瞳でっていうのに、もう自分の中でもうタイム感これになっちゃってるしまってから、その当時の音源を聞くと、メラコリックベイビー、鮮やかに、大げさじゃなく、もう本当にこれぐらいなんですよ。めっちゃびっくりして、いや逆によくそんなゆっくりでよう歌えたなって、なんでって、もうずっとね、もうびっくりしたし、なんでやろう、そんなに余裕がなかったのかなってずっと考えてて、この録音していただいたカツオさんに、こう最近、ライブをさせていただいてお話しする機会があって、なんか最初の頃ってメランコリックベイビーめっちゃゆっくりでしたよねっていう話をしたら、あれや、あの感想のソロのとこ早くしたら弾かれへんかったやろって言われて、あ、そうだった、これ。このとこが私すっごい複雑なことをしていて、複雑っていうか、あのこの楽器自体がまあ複雑やから、まあなんともなんですけど、なんか 変なこだわり方を、メロディーとかリズムとかを3つで刻んでるけど、あの4拍子だよっていうのをやってて、であの感想のとことかすごくややこしくて、感想123123123って刻んでるけど、この、ここで明らかに4拍子だよっていうのを表現したくて、それが
その当時の私のコンサーティーナの技術ではあまりこうリズムがちゃんと速いテンポだと出せなかったっていうね。それでクリックに最初楽器だけクリックに合わせて取って、楽器を取ってから歌を入れるっていう方法でその音源はレコーディングしたんですけど、だからその感想のとこに合わせると、メダコリックベイビー鮮やかに私を殺してその瞳で、今だとなんかもうこんなにゆっくりだとこのメダコリックの音と音の間に私のもう邪念が入ってしまう、なんか絶対余計なこと考えちゃう。メランコリック、はあ、お腹すいた、カニ私、あ、唐揚げ食べたいな、そのヒットみたいな、絶対そうなっちゃうから、あの時でしか歌えなかった、奇跡の音源ですね。ちなみにそれはもう CD 自体はありがたいことに無事に完売しまして、今はブースっていうサイトで MP3 っていうデータ上で購入することができます。ちなみにあまりにも今の歌い方とその音源とかけ離れすぎて、かけ離れすぎているから、去年の4月に新しい私の音源作ろうって思った時にメランコリックベビーを撮り直しまして、まあ、それがね今そこに並んでいる、ちょっとこっち側、こっち皆様から見て左手側にあるピンク色のジャケットの CD の1曲目に入ってるんですけど、そちらはね割と今に近い感じのメランコリックベビーが聴いていただけます。メランコリックベビー鮮やかに私を殺してその瞳で、これはね小鳥ちゃんっていうウクレレ弾き語りの女の子と、今年もたくさん東京に行ったり広島に行ったりするんですけど、去年の広島での2人のツーマンライブで2人で一緒に歌って、小鳥ちゃんが1番私が2番っていう形で歌ったんですけど、小鳥ちゃんはその私の当初の方の音源で聴いてくれてて、いざやろうってなった時にメランコリックベイビーって始めた。そっちバージョンやった、私歌えるかな、カナビスの森2人目頑張って歌ったんですけど、耐えきれずに感想のとこだけ早くして白いウサギで頑張って戻しましたっていうのが、私のツイキャスめっちゃ遡っていただいたら聞いていただけますので、よっぽどお暇な方でちょっと面白いなって気になるなっていう方はぜひぜひ探してみてくださいというお話でした。私のメランコリックベイビーにまつわるあれこれ。ではでは次の曲に参りたいと思います。名前など知らなくていい、交わす言葉もいらない、憂いを秘めた眼差し、二つの影が交差する、バターが溶けるでちまがるこの部屋、あなたと私ただそれだけ、
の奥に見つけたかすかなきらめき、名前を知ったその時、引き金を引くのは私、また溶けるねじ曲がるこの部屋、あなたと二人ただそれだけ。ありがとうございます。ラストタンゴという曲をお送りいたしました。それでは皆様、今日は本当に長々とお付き合いいただきありがとうございます。次の曲で最後の曲にさせていただくのですが、ちょっともうちょっとだけ喋らせていただきますと、第1部とあとここの BGM でも流していただいた紺色藍色黒色ナイトメアを彩ってコンサッティーナの見る夢はという曲、そして次最後に歌おうとしている曲と、なんとなんとサブスク配信しております。なので皆様のお持ちのスマホからお気軽に聴いていただけます。でもちろん、CD もございまして、 CD は、まあ、その曲以外もたくさん入っておりますので、ぜひぜひすでにお持ちの方もいらっしゃいますが、本当にありがとうございます。ぜひ聴いていただけたらなと思います。ベアズカフェでは次回の出演は8月のなんか最初らへんの土曜日、何日でしたっけ、 何日でしたっけ8月のなんか3日とかその辺でしたっけ。正解。やった、あったー。なんか間抜けの音鳴った、はい、かこいみゆうさんという素敵な女性シンガーソングライターの方と私とのツーマンライブです。いつものようにツイキャスの配信もございますので、今日お越しの皆様も本当に遠方の皆様もぜひぜひ、アーカイブもね残りますので聞いていただけたらなと思います。それでは最後にノスタルジアという曲を歌いたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。日々の記憶心灯してく、バラバラになっているパズルみたいに、通り廃れた夢の国を思い出す、行く果てもなくしてさまよう私は、灰になって風に誘われてメリーゴーラー、回って回ってあの場所で会えるノスタルジア。幼き君の記憶心ともしてく、ふわふわになってゆく綿菓子みたいに、流行り廃れた夢は跡形もなく朽ち果て
なくなる。いつかは私も灰になって空にさらわれて、メリーゴーラウンド回ってまたこの場所で会いましょう。ノスタルジア。さまよう私は愛になって風に誘われて、メリーゴーラウンド回って回ってあの場所で会える。愛になって空にさらわれて、メリーゴーラウンド回り回ってまたこの場所で会いましょう。ノスタルジア。ありがとうございました。しようかな。
はい。